ラディッシュの収穫です。ラディッシュはこのように種をまくと大きいもの小さいものと結構ばらつきがあるかと思います。で、通常間引きだと大根のように小さいものを抜くという方法になるんですが、ラディッシュの場合はそれですともったいないので間引くっていうのではなくて、大きいものから順番に収穫をしていきましょう。はい。なので小さいのを抜くと今度隣の大きいラディッシュがスペースが空きますので大きくなります。なので大きいものから順番に抜いていきましょう。その方が結果としてはたくさん収穫できますので、ラディッシュは大きいものから順に収穫です。